こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、ちょっとね、ある質問をね、ちょっとされたっていうかね、まあ動画でね、その話をしてた方がいるんですけど、ちょっとね、僕ね、ドキッとしてしまったっていうね、そんな質問なんですけど、まあ今までね、自分はね、まあお金に好かれる人の特徴とかね、お金に嫌われる人の特徴とかね、そんな話はね、してきて、まあ人目線で、まあお金のね、まあ使い方、扱い方みたいなね、そんなね、話、まあまあお金にもね、気持ちっていうものがあって、まあお金をね、大事に扱おうとかね、そんな話をしていたんですけど、自分がね、もしお金だったらどのようにね、扱われたいですか、使われたいですかって、そんな質問だったんですけど、どうでしょうかね、皆さん、自分がお金だったらなんて考えたことあるでしょうかね。まあその動画でもね、ほとんどの人がね、これ全く考えたことないと思うんだけどみたいなね、そんなねことをね言っていたんですけど、皆さんどうでしょうか。自分がお金だったらどんな使われ方をしたいですか、どんな風にね、扱われたいですかっていうようなね、そんな質問なんですけど、皆さんいかがでしょうか。まあこれをね、考えることによって、まあお金がね、ないとかね、たまらないとかね、まあお金に困るみたいな、そんなことがね、少しでもね、やっぱりお金の気持ちになるっていうことでね、改善されるっていうようなね、そんな話だったので、まあそれね、本当にね、自分もね、考えたことなかった。自分がね、お金をどう扱うかとか、そんな風にね、思ってたんですけど、お金のね、気持ちに、自分がお金だったらっていう、そこまでね、ちょっとね、考えたことなかったなーなんて思ったんで、ちょっとね、その話すごいなーなんて思ったんでね、ちょっとシェアしようって、そういう風にね、思いました。まあ、お金にね、好かれる人の特徴としては、やっぱりいつもお金に感謝するとかね、財布の中にこう、揃えて入れるとかね、そんな風にね、まあするといいとかね、あと嫌われる人っていうのは、まあ、雑に扱ったり、まあ、例えば支払う時パーマって投げたりね、あとギャンブルで使ってしまったりとか、私利私欲でね、使ってしまうっていうような、ね、人っていうのは、まあ、お金にもね、意思があって、やっぱりね、まあ、感謝して使うと、またその人にね、ところに帰ってくるとかね、まあそういった私利私欲のために使うとね、またね、自分たちもまたそうやって戻ってきてもね、使われてしまうんで、この人のところには行かないようにしようとかね、そんな意思があるっていうようなね、そんな話よくねするんですけど、お金で、ね、自分がなったつもりでどんな風にね、使われたいかって言ったら、やっぱりね、大事にこう扱われたい、それでね、なんか感謝されるっていうのもすごくね、気持ちもいいものですし、しっかりね、整えられて、財布の中、ベッド、お財布はね、お金のベッドっていうことで、ベッドにね、しまわれるっていうようなね、くちゃくちゃにされて、まあ、自分がかな、くちゃくちゃくちゃにされてね、ポケットにギューなってね、積み込まれたら、どんな気持ちかって言ったらね、やっぱり嫌ですよね。あとね、まあ、貯金なんかっていうかね、貯金もね、大事かもしれないんですけど、まあ、タンス預金みたいな感じでね、まあ、ずっとね、暗い、そういうところにね、まあ、お金はね、暗くて、涼しいところが好きとかね、よく聞くんですけど、ただね、何にも使われないものは忘れ去られることはないかもしれないですけど、貯金だけしているっていうようなね、そんなことでもね、多分あんまりね、お金さんはね、喜ばないんじゃないかな、自分がね、もしその立場だったらっていうふうにね、思うと、やっぱり、使われて自分はね、なんぼっていうか、そんな感じ。やっぱりね、使われる。まあ、それ、使われ方にも、やっぱり自分のね、私利私欲ではなくて、誰かのため、誰かがね、喜んでくれる。自分がね、それで、行くところでね、喜んでもらえるっていうことが、だったら、本当にね、自分、お金として生まれてきて、まあ、冥利に尽きるな、みたいな、そんな風にね、思うんじゃないかな、なんて、そんなことも思って、やっぱりね、お金はね、使って、先に出て、それで入ってくるっていうようなね、そんなね、仕組みっていうのは、だんだんね、自分もね、理解できてきているので、やっぱりね、使って、まあ、人のため、誰かがね、喜ぶためとかね、まあ、自分たち生活のためでね、使うものもね、あるかもしれないですけど、もしね、余裕があったら、人のため募金したりとかね、誰かにね、まあ、喜んでもらえるようなプレゼント買ったりとか、まあ、そういった風にね、まあ、していく。っていうのがね、すごくね、まあ、やっぱりお金にね、喜ばれる使い方っていうことで、自分がね、もしお金になったつもりでね、ちょっと考えてみると、またね、全然
お金のね使い方っていうのもね変わってくるんじゃないかなと思って、これすごい、まあ、本当にすごい質問だななんてそんなことを思ってね、ちょっとねこの話をしました。やっぱりねなんかギャンブルに使うとかそういうね使い方っていうのは、まあ、宝くじはどうなのかななんてね、まあ自分はね楽しみながらね買っているのがねあるんですけど、まあギャンブルとかね、そういったものにね使ってしまうっていうとやっぱお金さん悲しむかな、自分がねもしお金の立場でそういったのにね使われるっていうのはやっぱり悲しいかななんてそんなこともね思いまして、ちょっとね今日この話をしました。はい、では皆さんはねお金になった気持ち、まあ、つもりでねちょっとね考えてみてはいかがでしょうか。はい、では今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方ぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。